今回ご紹介するのはスラムダンク、バガボンドで有名な井上雄彦先生です。上手すぎてキャラの息遣いが聞こえてくるような非常に引き込まれるリアルな絵。その絵はスラムダンクのクライマックスで1話丸々セリフなしの回を書き切るほどです。加えて読むだけでこっちのエネルギーを全て奪い取っていくような熱いドラマ。あらゆる創作物の中でも最高クラスの作品をスラムダンク、バガボンド、リアルと3作品にわたって書いている漫画家の生きる伝説です。今回はそんな井上先生の経歴を紹介します。1967年1月12日生まれ。幼少の頃は東京にいましたが、ご両親の別居により8歳の時鹿児島へ。以降は母方のおじいさんが父親代わりだったそうです。小学生の時に読んだドカベンが原点で、生き生きとしたその動きに魅せられ漫画を描くようになります。その後絵を描くことは続けていましたが、高校生の時に当時はまだマイナーだったバスケ部に入部します。当初はそれほどバスケットに興味があったわけではなく、友達に誘われてふと入ったという感じだったそうです。しかしその後バスケの面白さにドハマりし、最終的にキャプテンを務めるようになります。高校3年生の時に芸大進学を考えますが、経済的な理由で進路変更し熊本大学に進学します。その後20歳の時に週刊少年ジャンプに投稿した作品が編集者の目に留まり、当時電話がなかった井上先生のもとに電報が届きます。本格的に漫画家の道を歩むため大学を中退し上京します。ちなみに当時ジャンプとスピリッツの読者だったそうなんですが、投稿するのにジャンプかスピリッツか迷っていて、どちらかというとスピリッツのような青年誌寄りの漫画を描きたかったそうなんですが、一回青年誌を描いてから少年誌に行くのは難しいんじゃないかってことで、先に少年誌であるジャンプに投稿したと井上先生は語っています。上京後はシティハンターを連載中の北条司先生の下でアシスタントをします。そして投稿していた作品カエデパープルが第35回手塚賞に入選し、漫画家としてデビューします。その後原作付きの作品カメレオンジェイルを連載した後に、1990年よりスラムダンクの連載を開始します。当時バスケはまだまだマイナーで、担当編集からもバスケはこの漫画の世界でタブーとされているんだと言われるぐらいにヒット作が存在しない状態でした。しかし井上先生にとってはやっぱり10代を終えたばかりの乏しい経験の中で、人に偽りなくこれが自分の経験だと自信を持って言えるものがバスケしかなかったと振り返っており、バスケを題材にすることはごく自然だったと語っています。逆に高校で漫画家になることを決めてからバスケ漫画を描くということは決めていたので、誰もバスケ漫画を描かないでくれとずっと祈っていたそうです。また高校の時の経験からバスケの面白さだけは絶対だと信じていたので、自分さえ頑張れば必ずヒットする、なぜならバスケはめちゃくちゃ面白いんだからということで、題材のバスケだけは強い自信を持っていたそうです。そのスラムダンクは空前の大ヒット、ジャンプ黄金期の代表作品となり、日本にバスケブームを引き起こします。また小学館漫画賞受賞をはじめ、文化庁が実施した日本のメディア芸術100選の漫画部門で1位を獲得。またスラムダンクはオールカラーで掲載した回はジャンプ史上最高発行部数である653万部を達成。そして最終回でも表紙と関東カラーの両方を飾るという、数え上げるとキリがないくらいの伝説を打ち立てています。コミックスの累計発行部数は1億2000万という異次元の数値を突破しており、その印税の一部で井上先生のバスケに恩返しをしたいという思いから、スラムダンク奨学金という奨学金制度を設立しています。これは高校卒業後もバスケを続ける有望な選手がアメリカの大学に進学することをサポートするもので、これは現在まで続いています。そんなスラムダンクは唐突に連載が終了します。スポーツ漫画では才能のある主人公が入学したことを皮切りに、その高校が快進撃を続け全国制覇というのが王道なんですけど、トーナメントの途中で敗退することになります。これは描かれる最後の試合となった山王戦より面白い試合は描けない、テンションが高いところで終わらないと作品にとって不幸になっていくという井上先生の考えによるものです。これがまたスラムダンクの凄さ、伝説につながっているとも言えますね。スラムダンク連載終了後はもう好きなものは書き切ったということで、次のことは特に考えていなかったらしいんですが、2年ぐらい経つとやっぱり手がムズムズしてきて何か書きたいとなった時に、宮本武蔵の小説を勧められ、この絵を書きたいということで1998年からその小説を原作にバガボンドの連載を開始します。また翌年1999年からは車椅子バスケを題材にしたリアルも並行して連載します。そしてこのどちらもがまたしてもヒット。
バガボンドは現在累計発行部数が8200万部、こちらも第4回文化庁メディア芸術祭漫画部門大賞をはじめ数々の賞を取得しています。リアルも同様に第5回の文化庁メディア芸術祭漫画大賞を取っており、累計発行部数1500万部を突破しています。3作品すべて1000万部を超えているという伝説的な漫画家になっています。一方でどちらの作品も長らく休載を挟んでおり、リアルは2014年からずっと休載していましたが、2020年に再開、以来数ヶ月に一度のペースで連載を続けています。一方でバガボンドは2010年の終わりから2012年まで休載をし、一度再開しましたが、2014年以降は再び休載が続いています。井上先生はバガボンドを題材に最後の漫画展ということで2010年に個展を開いているのですが、同時期に自身のブログで連載終了を意識し始めたと書いており、連載終了は近いとのことですが止まった状態となっています。大抵の漫画家は絵かストーリーかどちらかにフォーカスしてすごいと言われることが多いんですが、井上先生はどちらもトップクラスの漫画家です。スラムダンクの連載は1990年から始まっていますが、当時だけでなく井上先生は現在に至ってもなおその絵のうまさが絶賛されている漫画家です。ドラゴンボールを描いていた鳥山明先生も、デッサン力は勉強すれば身につくかもしれないけどセンスだけはどうしようもなくて、井上先生の絵のセンスはどんなに練習してもできないとコメントしています。井上先生の絵は非常に写実的で、筋肉や関節の状態が綿密に描かれており、それによってキャラの息遣いまでがダイレクトに伝わってくる絵となっています。この半端ではない絵を描く井上先生ですが、スラムダンクを始めるまでは裸足を描いたことすらなかったそうで、あらわになった肉体とか関節も連載を続けながら上手くなっていたというふうに振り返っています。なので当時は描けば描くほど上手くなっていく時期だったので、その気持ちが花道の気持ちとリンクして、それが連載を続ける原動力にもなったと語っています。また2002年頃からバガボンドの連載では筆を使用して描いています。というのは漫画の空気感とかその場面の匂いとか湿度、風、あとは人間の体の使い方、柔らかさ、そういうものを表現するときにペンだとこれ以上はいけないという壁を感じたそうなんですね。柔らかく描こうと思ってもペンだと硬いので、ペンの先が当然狙ったところに行くんですけど、筆だとそうじゃなくてもう少し曖昧に描くことができて、筆に任せた表現、感覚で描いていて、描くときに偶然の要素が混ざって面白いと井上先生は語っています。他の漫画にはそうない、読んでるこちらも手に汗握るドラマを生み出している井上先生ですが、意外にもストーリー展開には興味がないそうです。というのも、そこに生きているキャラクターを描くことさえできれば、そのキャラにとって必然的自然的な方向に行けば、そのキャラクターが何をしても何をしなくてもドラマになるということで、その人そのものを描くことが重要と語っています。井上先生がキャラを描くときは、キャラは当然頭の中にはいるんですが、イメージとしてその人が生きている世界に行って、その人にどうですかとすると、そうだという回答がある。これを繰り返してそのキャラクターの感情を一切こぼさない、そのキャラクターの生きている感情を様子を描くということを常に意識しているそうです。もはや哲学ですね。その半端ではない画力とむちゃくちゃ濃いドラマで生きる伝説となっている井上先生。リアルの連載は週刊ヤングジャンプで続いています。これからも井上先生の活躍を応援していきましょう。ご視聴ありがとうございました。